件に協力してくれるの？いいえ、あなたとやるの。クラウド内部にも協力者がいるの。手を貸す。分かった、協力する。うわ、やった。それで計画は？まずは前の前田と会って話す。彼女がこちら側についてくれなかったらもう追ってあげよう。マイコは協力してくれそうなの？その自信があればとっくに本人に連絡してるし、今こんな話もしてない。ってことは袋叩きにされて、メガタワーの窓から放り出される可能性もあるってこと？ええ、そうね。まあそれでもいいけど、いつ結構？早朝、クラウドは閉まってる。その時間なら誰もいない。早朝って8時前、入り口の…待って、やっぱりクラウドの上のバルコニーに待ってる。忍び込むもの、誰にも気づかれないように。バルコニーね、了解。
しいんじゃない？さっきの続きはまた今度。カーク、いつもながらデタラメな話じゃないでしょうね。はいはい、今回は違うぞ。すべて手はずを整えてやる。あんまり待たせるなよ。じゃあな。そして資本主義のままさ。シャンパンですね。優雅なひととき。ミスター・シュタイ、オールナイト。食事を取りたい。何にする？くそ、ストレス発散のためにやってるのに。アロスさん、来てくれてありがとう。マイコと話すのは 3D チェスみたいなもの。慎重に言葉を選んで。準備はできてる。行こう。待って、私が開ける。見たところ、ここから入るのは初めてじゃなさそうね。たまに使ってた。この通り。ついてきて。
ジュリー・アルバレス、会えて嬉しいわって言いたいとこではあるけど、サプライズパーティーは好きじゃないの、知ってるでしょ。ええ、残念ながらね。モックスで底辺まで落ちたと思ったけど、そこからさらに下を行くとはね。そこらのチンピラを連れてくるなんて、あなたのことよ、V。私なら気にしないで、ただ見てるだけだから。じゃあどうしてノコノコついてきたの。ジュディが目的を果たせるようによ。あなたなしの方が話が進んだかもね。ジュディからクラウドのことで提案があるの。戻りたいなら大歓迎よ、あなたの腕は買ってるから。でもどうしてそれを言うのに、わざわざこんなおまけを連れてくるの。ここがドールを人扱いしない場所だからよ。でもまずは話を聞いて、クラウドをタイガークローズの手から奪いたいの。あのね、エブリンに起きたことは確かに悲劇だった。え、どうしてそのことを。あれはエブリンが自ら招いたのよ。むしろああなるのが遅かったくらい。今何とかしないと、みんなそのうちエブリンみたいになるよ。ウッドマンは意識のない彼女をもてあそんだ上に売り飛ばしたんだから。まったく、ジュディはいつもそうなんだから。あなたの方が冷静そうね。これが一体どういう話なのか説明してくれる？エブリンが助けを求めた時、ウッドマンが何をしたと思う？よく黙って見過ごせたわね。ここはタイガークローズの幹部が直接仕切ってる、そういう場所よ。奴らにとって私の話は、私にとってのあなたの話と同じ、相手にされない。時間の無駄ね。もういい、行きましょう。ジュディ、ほとぼりが冷めて現実に戻る気になったら連絡して。それと意地悪する気はないから教えてあげる。もうすぐ整備フロアにフォレストが来るわ。一人スクガワを間違ったね、マイコ。それは私が決めること。引き込めると思ったのに、まるで相手にされなかった。きっと怖いのよ、万一失敗したら。マイコは失うものも多い、というか全て失うと言ってもいい。マイコがこのまま何もしないなんて。付き合ってたの？ずいぶん前にね。寂しかった時期があって。ナイトシティではみんなそう。あの頃の彼女は今と違った。私もだけど。権力闘争の中で生きてる奴は信用できない。友達として背中に優しく触れるか、敵としてナイフを突き刺してくるか判断つかない。言いたいことはわかるよ。私、マイコに惚れてた時期があるんだけど、本性がわかるまですごく時間がかかった。でも、性格はどうあれ、彼女が必要。今朝はダイビングしに行くつもりだったのに。少しくらいゆっくりした方がいいかもね、お互いに。別にゆっくりするつもりじゃなかったんだけどね。実はちょっと試してみたいことがあってさ。大したことじゃないんだけど。まあ確かに、ジュディが水辺でカクテルを飲んでリラックスしてる姿は想像できない。リラックスしようとするとさ、余計なことを考えるでしょ。今はそんなことしてる場合じゃない。
ライトシティ郊外で墜落したようです。襲撃を受けた3人。ネビー、ウッドマンはどうするの？大量の EMP 放射の影響を受け、AV のクラスターが機能停止。あのクズ野郎に同情の余地なんてない。失敗した模様です。さらに機内の生存者はノーマットに襲われたということです。始末するですが、幸いにも手っ取り早くエレベーターで行きましょう。カウンターの警備隊員が整備フロアへ。死亡者が増えることはありませんでした。カンタオ社はノーマットのキャンプに対し武力生産を行うと表明しています。 CM によるとオランダからの難民流入についてマイヤーズ大統領が声明を発表しました。こんな作戦がうまくいくはずねって点だな。に入りゃよかったのによ。 N54 ニュースのジリアン・ジョーダンです。スラングの中でナイトシティ市民を選ぶ働きたい企業ナンバーワンにミリテクションを選びました。
NCPD に関する変更はこれだけではありません。気分が清々するかと思ってた。警官たちは勝利のアイテムを1回押して早くここから出ましょう。サイバネティックテクノロジー局の配置は当社の AV がナイトシティ郊外で墜落したようです。襲撃を受けたサントドミンゴの発電所基地を飛行中、大量の ESP 放射の影響を受け、 AV のクラスターが機能停止。緊急着陸を試みましたが失敗した模様です。さらに機内の生存者はノーマッドに襲われたとのことです。ですが幸いにも生存者の中に先はあいつが傷つけたかもしれない全ての人が救われた。それを忘れないで、危険が迫ってたことすら知らずに済む。おい、どうしたんだよ。何かあったのか。何でもない。おいおい、話してくれなきゃどうしようもないだろう。ならそれまでね。何なんだよ、わけわからないぞ。それよ、Where did the masses go? もっと大きな一手がないとダメそうね。正義感に訴えるだけじゃ足りないってこと？具体的な何かが必要なのよ。で、どうするの？少し考えさせて。仲間がもっと必要なのは確かだ。ドールを当たってみる。何か見えてきたら連絡するよ。じゃあネビー、今日はありがとう。文化の設計上の策では決して服用しないでください。脳には一部
산성비가 내릴 경우 호흡기 질환이 있으시 야외 활동을 주시기 바랍니다. ベータシートが大量に運ばれた。そいつが何なのかは俺も知らねえ。だがかなり高価な代物らしく、クライアントは何が何でも取り戻したがってる。そこでお前の出番ってわけさ。武器の準備を忘れるなよ。詳細を添付してある。着いたけど少し待ってるか。よう。ビル・ジャブロンスキー。ああ、話は岡田に聞いてるな。人殺しの依頼だって聞いてるけど。やるのはヨシュア・スティーブンソン、凶悪殺人犯だ。詳しくは車で話す。乗れよ、運転を頼む。連中はこの道を通るはずだ。ここで待って姿を現したら後をつける。あいつの目から光が消えるのを干渉してやる。それどういうこと？簡単に死なせるつもりはない。中途半端な計画ね。正直気に入らない。どういう意味だ？まず公共の場で殺すと人目につく。それに逃げられるかもしれない。分かってないな。俺はこれに全生涯をかけてんだ。いたぞ、車を出せ。逃がすんじゃないぞ。気をつけろ。
止めろ。まずい、ブレーキだ、ブレーキ。ここまでだ、行くぞ。離れるなよ、今からあいつをバラバラにしてやる。やってやる、この手であいつを殺してやる。このバカ野郎が。着いたけど、少し待ってるか。よ。おい、手間かけさせんな。ビル・ジャブロンスキー。ああ、話は岡田に聞いてるな。なんだ、人殺しのイライラ、ゲリラ戦のつもりか。やるのはヨシュア・スティーブンソン、凶悪殺人犯だ。詳しくは車で話す。乗れよ、運転を頼む。おい、手間かけさせんな。警戒しろ。
奴は傷を負ってる。俺が相手だ。連中はこの道を通るはずだ。ここで待って姿を現したら後をつける。あいつの目から光が消えるのを干渉してやる。それどういうこと？簡単に死なせるつもりはない。じゃあ待つとしましょう。なんだ、ゲリラ戦のつもりか？Bよ。おい、いいか B。あのクズは俺の最愛の人の命を奪ったんだ。許すわけにはいかな。いたぞ、車を出せ。おい、手間かけさせんな。お母さん。おい、逃がすんじゃないぞ。NCPD を呼べ。ひどい顔色だけど、一体どうしたの？見てわからんか、最悪の気分。スコップバーガーとやらを食べる。へえ、
どうだった？気に入った？拾ったやつに聞いてみろ。パレードはもう間もなく始まっている。岡田さんにもらったデータを調整してみた。はい、お前も確認しておいて。まず例のウイルスだがうまく機能してくれ。正直なところ予想以上の働きだと言った。すでに目と耳はそこら中にある。早速この近辺にある監視カメラを確認して狙撃手の位置を把握しておいた。相手は3人全員を無力化してくれ。俺が撃たれる前、連中への対処の仕方はいろいろある。1人目は距離も近いしおそらく問題ないだろう。2人目は少々厄介で上に登らないといけない。そして3人目は通りの上の歩道橋内に隠れた。俺たちはここ、花子様の出しはここで止まる。最後の脱出に使う非常口はそのすぐそばに。この複数のポイントからパレードの様子を見渡せるが、狙撃手はもっといい場所に陣取っている。奴らに見つかったらバーン、一巻の終わりだ。とはいえ俺の役目と比べれば気楽なもんだろう。何せこっちは出しに飛び移って窓から侵入し、花子様と対面しなきゃならない。一番心配なのは最後の部分。作戦は理解したな。準備はいいか。 N54 チャンネルへようこそ。無茶な計画だったけど、どうにかここまで来た。ああ、それもお前のおかげだ。礼なら終わってからにして、始めるよ。分かった、俺の合図を待って。じゃあね。いつでも始めよう。お前何すんだ。花子様が乗った出汁が現れる前に全ての狙撃手を呼んで。サブロー荒坂も変わる。それすなわち炎が消える音。ガダルカナル登場。なんと自身の戦闘機が撃ち落とされたから一つ。1945年3月3日捕虜収容所で、いいのが取れるぞ。企業文化に携え。サブローは通信に。おい、こんなとこで何してる。さっさと頼む。総長を務めていました。人類史上最高の最高の背後を警戒せずに群衆を見て。サブロー荒坂もかわいそう。それすなわち炎が消える音の。
ガダルカナル島上空で自身の戦闘機が取れるぞ。目が見えないのか。1942年、おい、こんなとこで何してる。捕虜収容所でサブローアラサカを残したと申します。もうすぐ視界に入る。背後を警戒せず群衆を見てる。つまり隙だらけだよ。人類史上最大の最強の軍事企業に創業者として最高経営責任者、兵士、実業家、そして私の父。先ほどの収容所での言葉は父の友人や家族、同伴に向けられたものでは決してありません。敵に向けられた言葉なら、私がここで父の言を引用したのは偶然ではありません。ああ、でも任務の指揮は俺がやる。その方がスムーズに。全ユニットに次ぐセクター 3C で怪しい動きを検知。極まりない行為。風船台の横にヒゲ面の男、荒坂社従業員、無くなるナイトステーション。パトロール位置につけ。2階無慈悲不買撮影。荒坂社に片付けた。ですが、ですが、その戦闘は今もなお摩天楼にそびえ立っている。その姿は未だかつてないほどの力で尊いものに。私の父はテロと同じくらい卑劣だ。許されざる暴力。よそでやってよ。大きいって。あいつらトムを殺して死体も返さなかったのよ。ないと賠償金ももらえないってのに。少し耳を貸せ。織田が誰かと話して二人で同時に聞けるように今伝える。もう一度言え。警備が鳴ってない。問題外だ。ファルコ様に何かあったらどうする。ヨリノブ様の命に異議を唱えるのか。自分の仕事をしよう。了解した。通信終わり。やはり予想した通り織田も来ているようだ。進展がありしたらまた連絡する。あのクソ防具ならよく知ってる。メンテナンス用の区域へ行ってるほうが予想から上に登れるはずだ。ここだが何も起きない。こんな危なっかしいとこを行くのかよ。だけど、うわっ、落ちるかと思った。落としてるんだ。周りに気づかれるぞ。沈黙は決して金ならず。それすなわち炎が消える音の。どうにかして降りるしかない。気をつけろ。その調子だ。ガダルカナル島上で足元を取り戻した。こんなところお前にしたか。怖い。だが捕虜収容所サブローアラサカを残した。サブローの当時第三飛行中隊のパイロットで総長を務めていました。人類史上最大の最強の軍需企業の創業者にして最高経営責任者、兵士、実業家、そして私の父。先ほどの収容所での言葉は父の友人や家族、同輩に向けられたものでは決してありません。敵に向けられた言葉なのです。私がここで父の言を引用したのは偶然ではありません。私たちの敵が暴挙に走ったのは50年前、ここナイトシティでのことでした。無差別テロとの火に極まりながら、ああ、人間など新たな社従業員、無くなるナイトシティ市民、合わせて4000人もの高等人物に不買だったのです。荒坂タワーは崩壊しました。すぐ近づく。見えたらします。摩天楼にそびえ立っています。その姿は未だかつてない。尊いものだ。私の父はテロと同じくらい卑劣な許されざる暴力の犠牲者となりました。標的の排除遅れ。よくやった。エアロープに階段に続く扉がある。それが次のソリッシュの最強警報。やつは高所に陣取る。また連絡する。ここに近いだけ。私たちは今日この場所から強くなるのです。いい、また織田だ。聞け。その耳で公衆の安全が保証できないと通達するんだ。彼女は退避させる。今すぐだ。この程度のことで出てこいよ。大丈夫だから。あら
自分が困るだけだぞ。出てこい。それすなわち炎が消える音なんだ。おう。ガダロン。自身の戦闘機が撃ち落とされてから少し1940ダッシュコリュ収容してサブローを荒くした。相手になってやる。極まりない集中しろ。奪い去ったのアラサカタワーは遠く。舐めやがってメンテナンス用の区域へ行ってみろ。頑丈そうなパイプだ。登ってみろ。ハイバー細胞なる闘病の記憶を生体系数々の賞に輝いたオースウォールスタジオの武器を捨てて出てこい。
白いジャケット。了解。対象者。敵エージェント。フォアより本部。Considering renting or purchasing an niche for yourself or a loved one, please do so!
なんとか。小田は死んだのか。息はしてる。今のところはね。頼む、B。殺さないでくれ。とにかく、これで行く手を阻むものはなくなった。計画を進めるぞ。OK。出しのシステムに入った。花子は中よ。何をされている。通信を試みてる。聞き耳を立てる。警報の解除も忘れないでくれ。出ないと俺が入る。計画されたの。小田とも連絡が取れないし。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。それはあなたの弱さのこと。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だからお前が言うなら中止してくれ。全部読んだ。お前の安全が大事。限りなく本物に兄さん、氷河の街はババラよ。やり終えましょう。一口でありがとう花子。せっかくの式典だ。やり終えれば悔いよ。ゴロ、システムを無効化した。今しかない。お父さん。花子様、あなたはお許しを。どうか話だけでもお聞きください。お父上は父のことを口にしない。これが俺にできる最後の務めなのです。三郎様の死の真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくはありません。しかし B、逃げろ。ちょっと、スタッフ。打ち上がったのか。何したにしても最悪にまずいってこと。だから信用できねえって言ったんだ。今のところはね。一体何考えてるの。説明してる時間はない。落ちよう。どこにいるの。バイン通りから廃墟になったマンション。部屋は303号室だ。4階の機種を急げ。押しつぶされるところだった。肋骨が折れてる。入らないで。
どうしたの？ちょっとまずいことになって、キャンプに来てくれる？困ってるんだ。すぐ行く。ああ、よかった。ありがとう。何があったの？話を聞かせて。ああ、それはこっちについて。当ててあげる。ソウルでしょ。お見通しか。うん。じゃあ後で。なんか調子良さそうだな。だろ、ついさっき決めたばっかだからな。パポシ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 、いいけど見た雨なんだ、先生にポンポンな。逃げ切れたようでよかった。花子は今この瞬間、世界で一番有名な行方不明者でしょうね。分かっている。荒坂がその総力を挙げて私たちを追ってくる。そうだろうな。一刻も無駄にはできまい。お茶をおすすめしたんだが。花子は荒坂を拉致しておいて、よりによってお茶を出そうとしたの。ああ、丁重に断られた。頼信が何をしたかを話すんだ。誇張したりせず、はっきりと事実だけを伝えてくれ。耳を貸してくださるといいのだが。花子様、彼女が例の人物です。どうか話を聞いてあげてください。あの夜、私はコンペキプラザにいたの。サブローは荒坂が死ぬのを見た。毒を盛られたんじゃない。それはあんたのお兄さんがでっち上げた嘘。その頼信が殺したの。そんなデタラメを信じると思うの？どうかしてるわね。何よ、私の話はクソ同然。花子様、非礼をお詫び申し上げます。黙ってて。正直に話すって言ってたでしょ。そうしただけよ。確かに私はチンケな泥棒かもしれない。でもあんたたちからレリックを盗んでみせた。それを頭に入れた後、一度死んだのよ。死んだですって？そうよ。
で、ジョニー・シルバーハンドと脳みそをシェアする羽目になった。私に失うものはない、あんたと違ってね。花子様、リーは兄君の罪を白日のもとにさらけ出す生き証人です。レリックについてお力添えをいただければ、今の話を証明してみせましょう。花子様、聞こえたか？見てきてくれ。嫌な予感しかしない。しろ、よりによって今かよ。おい、生きてここから出るんだ。このモーテルは俺たちみたいなクズ専用なのかね。エアコンは故障、床には使用済みの針、トイレは流れねえ。マジな話、誰が好き好んで泊まるんだ。ナイトシティは目と鼻の先だぜ。街を出るやつはそのまま通り過ぎる。
逆に町に向かうやつはそっちで止まるだけだ。こんな場所に立てて何の意味があるんだよ。ジョニー。なんだ。そのやかましい口を閉じててもらえる？今そんなことを言っても何にもならないでしょう。立場が逆転したな。ジョニー、いい加減に。今じゃ俺たちの方が荒坂の襲撃にビクビク怯えてる。いいか、誰かノックしたら警告なしでドアにぶっ放せ。竹村みたいにお堕物したくはないからな。聞こえたな。ええ。車の音だ。クソ、一人か。銃を構えろ、B。音を立てるな。 B への伝言を持ってきた。ドアを開けるなよ。寝てるの？起きてちょうだい。誰なの？早く答えて。ああ、モーテル中に聞かせるつもり？中に入れて。分かった、今開ける。やっとね。ちょっと、壁のあれは血なの？ええ、おかげで星の評価はゼロよ。それで、私に伝言があるって？そう、急かさないで。すぐ始まる。何がよ。ドールか。プロキシかも。はっきり言っておくわ。今でもあなたはどうかしてると思うけど。花子なの。これ以上自分をごまかせない。あなたを信じる。なるほど。信じるならこれからどう動くつもり？頼信は我が社の心臓に担当を突き立てた。傷が浅いうちに動かないと。あなたには手伝ってもらう。兄の罪と裏切りの生き証人として。ずいぶん好き勝手な物言いね。注文つけられる立場だと思ってるの？無理やりあなたを協力させることだってできるのよ。それならプロ騎士を山ほど送ることね。今こうして私と話してる時点で他に頼れる人が誰もいないって言ってるようなもんよ。そうね。条件は何？神輿について知ってることを教えて。神輿。父が力を入れていたプロジェクトね。地球を回る軌道ステーションにサーバー群を置いたデータ要塞よ。人格コンストラクト、デジタル化された精神のアーカイブとして使われている。監獄でしょ。考え方次第ね。どちらにしてもそこで救済は得られない。レリックとコンストラクトの作成について十分な知識がない限りはね。ヘルマンと話をした。簡単にかくまわれてたのよ。彼曰く記憶痕跡に侵食され尽くすのは時間の問題でもう止められないって。科学者がそこまではっきりと結論付けるとは驚きね。それでもレリックの設計図は手に入れた。内部の仕組みが詳しく書いてある上、プロジェクトの技術資料もついてる。それなら希望があるかもしれない。ヘルマンが生きてるならなおさらよ。彼に連絡して退職届を出し忘れてるわよって教えてあげないと。ウォルト・カニンガムと連絡が取れた。
あのカニンガム？ソウルキラーの発明者よ。独自に改変したバージョンを持ってる。それは役に立ちそうね。状況としてはそんなとこね。それで？直接会いましょう。場所はシティセンターのエンバースで。そこなら目立たない。一つ覚えておいて、これからはお互い必要以上に用心するのよ。じゃあ私はこれで。なんだかな。何よ。まだ特殊部隊に突入された方が良かったんじゃないか。こっちの思い通りだったじゃない。プロキシにビビったの？なわけねえだろ。考えてもみて、昨日まで花子は安全な世界で生きていた。それが今じゃどう？慣れない町、殺人犯の兄、おまけに泥棒を相手にしなきゃいけない。だからプロキシを送ってきた。私たちの想像以上に花子は孤独で怯えてる。かもな、母ちゃん。え？母ちゃんって？うん、鎖でつながれた音だ。どうしたの？まだ高飛車女の文句が言い足りない？まずい、来るぞ。ジョニー、まだ死ぬもんか。俺がついてる。潮風の匂いはいいな。起きろ。この時間の海は綺麗だぞ。今回のは死ぬかと思った。だな。ここはパシフィカ。この建物はピスティスソフィアって古いホテルだ。今のところ貸し切りだぜ。見せたいものがあるんだ。来てくれ。疑似エンドトライジンを手に取ってたでしょ。それがないとこの体をうまく動かせないんだろう。お前は昏睡状態だったのに随分と抵抗してきやがったがな。なかなかのバトルだった。薬を飲もうとしたの。落ち着けよ。体を奪うつもりならそうしてる。とっくの昔にな。わかった。信じるよ。どうも。窓から入れ。それくらいなんとかやれるだろう。お前をここに連れてきた理由だが、俺の足元にあるものが隠されてる。そいつは開けてみろ。あんたの。なあ、
今はお前のだ。どうしてこれを私に。もし俺たちが同じ部隊で共に戦う仲間だとしたら、俺のために銃弾を受けられるか。ええ、受けられる。そのタグはメキシコで俺のために命を落としちまったやつのものだ。俺たちのことを考えてた。はっきり言っておく、俺はお前を裏切らない。その時が来たら俺はお前が生きるために消えてやる。タグはその約束の証だ。私もきっと裏切らない。そう信じてるぜ。花子の話に本気で乗るつもりなのか。他にいいアイデアが。今はないが頼みたいことがある。何？俺を倒した野郎アダム・スマッシュ、この先俺がどうなろうとあいつだけは絶対に生かしちゃおけねえ。それが最後の望みなの？復讐が。お前には分からん。あとローグも同席させてくれ。俺だけじゃなくあいつにとっても重要なことなんだ。
ローグが涙を流すとでも。確かに今は冷てえ面をしてる。それにあれから時間も経った。だが俺があいつの記憶を呼び覚ます。ミスティの薬を飲んでしばらく俺に運転を任せてくれ。私は全然乗り気じゃないんだけど、気づいてる？ローグとスマッシャーのことを話すだけだ。終わったらすぐに出る。約束だ。何をする気なのか全て教えて。ローグに真実を話し協力を仰ぐんだ。魂の無所から出てきたんだ。お乳のケツを見てくれよ。アダム・スマッシャーの名を出して食いつかせ、俺と戦ったあの頃を思い出させてやるだけだ。簡単さ。分かった、やるよ。あんたのためにね。オンに切るぜ。アフターライフに連れてってくれ。絶対に後悔はさせない。もう大丈夫そう。行きましょう。心臓あたりにまだ違和感があるがな。それは消えなさそうよ。ホテルピスティスソフィアだっけ。ああ、死に場所にはいいだろう。まだ死なないよ。
おい、もっと下がれ。あまり近寄りすぎないでください。そうしているようです。もちろんです。わかりました。ジョニー応援でも要請する。本当にベンチへ頭かじわって店の中を引きずり回して言っただろ。なんだとは。そんなことは分かってんだよ。Thank you.
シウスライダーの情報を送る。まだ生きてるか。タトゥー屋さん？もうずっと見かけてないけど。会いに行ったら、ワトソンのパーシング通りで店をやってる。なんだって？お吸い上げとさっき言ってたやつ、どっちにする？お吸い上げだ、性に合ってる。あいつ気に入るぞ。そうだな。エレミア・グレイソン、スマシアの手下らしい。誰に聞いたかは忘れてくれ。お前誰だっけ？ああ、そういやグレイソンとはある意味兄弟だな。ルビー・コリンズって女、俺の後にグレイソンとも出たらしい。誰か。付き合ってらんねえよ。あんた、ルビーか？え？私を知ってるの？もちろん知ってる。一緒に来ないか？噂が本当か確かめたい。その前に、こっちを片付けるか。なんだよ。そっちこそ仕事に戻ったらどうだ。ぶっ潰してやる。外で待ってるぜ。私に何か用？このまま家に来ないか。全世代のサイバーウェアは神経系を傷つける恐れがあります。インプラントは常に最新モデルを使いましょう。ハロー、ナイトシティ。
毎朝そうやって血を吐くのか。お願い、他の話をしてくれる。いいだろう。あんた最初に会った時からどうも懐かしい感じがしたんだ。ジョニーに聞いたのね。ああ、私たち、その…いや、あの野郎ベロベロでね。今朝早く連絡が来た。もちろんあんただと思って出たんだ。話の内容を聞いて、ついに行かれちまったかって思ったよ。それで、その行かれた奴がどんな顔してるか見に来たってわけ。ああ、そしたらジョニー・シルバーハンドが言った。ジョニーからスマッシャーのことは聞いた。ああ、ナイトシティに戻ってたとはね。ジョニーが糸口を見つけた。確か、グレイソン？ジェレミア・グレイソン、スマッシャーの手下だ。何でもストリッパーから聞いたんだってさ。手がかりはエブニケって単語だけ。とにかく調べてみるとしよう。あの野郎だけは逃がさない。私に手伝える？その状態で何の役にも立たないよ。何か分かったら連絡する。分かった。あいつがこの頭のどこかにいるなんてね。ローグと話すだけのはずだったでしょう。話はした。ストリッパーとエンパシーでの喧嘩とタトゥーは仕方ないだろう。ローグのとこに手ぶらじゃいけなかったんだ。例のエブニケ、グレイソンへの手がかりがスマッシャーにもつながるって話、本当にそんなのでたどり着けるの？ローグに任しときゃいい。うだうだ言ってねえで、もう行こうぜ。